はい、どうも、こんにちは。お久しぶりでございます。家川さんです、えー。今日はね、コーンスネーク、もう超本当に久しぶり、半年ぶりぐらいになりますけれども、えー、コーンスネークたち、ちょっとね、いろいろあったんで紹介していこうかなと思います。まずね、うち、こちら映ってるのはアニーさんなんですけれども、えー、と1ヶ月、2ヶ月ほど前からちょっと発情期になりまして、えー、と餌が、餌を与えてもね、全く食べなくなりました。冷凍とか、 えっと、生殖とか与えてるんですけれども、もう全く手をつけずにね、餌にも見向きせずに、えー、食べなくなりました。でね、ちょっとね、あのー、気性も若干荒くなったんかなっていう感じはしております。で、そのためね、コーンスネークね、あずきさんとこっちにね、フロストも一緒にいるんですけれども、今隣に。えー、この2匹もですね、ちょっとあのー、最近気性は荒いですね。ちょっと気がイライラしてるっていうか、なんか、あれですね、あれしております。 で、しばらくね、ハンドリングはできてないんですけれども、フロストは最近ちょっとハンドリングしたんかな割とそこそこ機嫌がいい時は最近多いです。で、あずきさんの方もね、割とおるんですけれども、あのー、そっちはね、だいぶその発情期っぽい行動はなんかしてるかなっていう感じですね。フロストはちょっと今、最近ちょっと落ち着いてるんですけれども、アニーさんとね、あずきさんの方が今、えー、だいぶ発情期っぽくなっております。だいぶっていうかもう本当にこの前から、 その発情の発あれは出てると思いますねかなりちょっと荒っぽくなったりたまに怒ってる時がありますで入れ物なんですけれどもそしてグラスティラリウムからこちらのねプラケの方に変えておりますで3匹ともねプラケの方に変えて一応ねこうやって通気性の穴もねめっちゃボコ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 天井にもこんな感じで穴を開けておりますで変えた理由あのー、ちょっとねあれなんですけれども まあ、こいつじゃわかりにくいんですけれどもね、あのー、ケージ全体をね、掃除することが多くなったんです、最近。で、特にね、あずきさんとフロストか、あずきさんとフロストに関しては、どうもね、ペットシーツのね、裏でトイレをする習慣があるようで、毎度毎度、あのー、グラステラリウムきれいに拭き掃除してたんですけれども、拭き掃除したり、あのー、洗ってたんですけれども、やっぱね、 重たいんですよだいぶ1個1 5キロ2 0キロ近くあってものによっちゃでそれを毎回ね2階から下に運んで水洗いしてってやるのがちょっとしんどくなったんででこのね軽いプラケの方に移動させてましたでね昨日もね、あのー、これ変えたんですけれどもペットシーツふんしてたからまた今回もしてるんですよここあの上からね見ると全然分かんないんですけれどもよいしょこっちの方がいいかな はい。ちょっとギーギー言ってますけど、このね、端っこ、まあ、ふんが映りますけれども、こんな感じ。こんな感じでね、毎回ペットシーツの裏にして、この水分がね、ペットシーツの裏は水分吸い取らないんで、あのー、だいぶね、広がるんですよ。で、あの気づいた頃には固まってたり、大体、この子たち2回するんですよ。メインでして、で、また上にちょこっとするんですけれども、だいたいそれが翌日ぐらいにします。で、 まあ気づいた時にはね、心が固まってて、なかなか取りづらかったり、もう本当にね、ペットシーツの表面は綺麗なんだけど、あの、まだフンしてないんかなーとかって思って、こういうね、シェルターの裏側とか、あの、普段目の見えない四角になるようなところから、こういう感じで、フンが出たりします。で、冬とかパネルヒーターつけてたら、なおさらなんですけれども、あの、こういう裏でね、結構固まってることが多くて、 それを拭き掃除するのが大変やなって思って、まあ、あの、掃除重点的に、掃除することを重点に置いて、プラキの方に、ちょっとね、3匹とも変えました。で、一応幅はね、えーっと、何歩だこれ。60かな奥行きが、60。うん。えーっと、それぐらいか。60じゃないか。50か。奥行き50の幅が、 40ですね幅だいたい40のプラスチックケースに入れておりますでこっちはフロストですねフロストもね丸いタイプのあのシェルター以前使ってたんですけれどもちょっとあのシェルターを狭くしてっていうかちょっとねまあ面積的にはそう変わらんとは思うんですけれどもちょっと狭くしてこの中に入っても余裕のあるあれにしましたで麺、ね、もさっきも言ったけど毎回こんな感じでねあのペットシーツの裏にふんしてこうやって ペットシーツのこの裏の防水っていうか防水っていうか水吸わなくなってるんでそれを伝ってもピャーっとこうケージ全体に広がって結構ね掃除が大変だったんでこれにしました。で、暖房に関してはもうみんなパネルヒーターを使っていこうかなと思います。これからもし冬になった場合もパネルヒーターのみでやっていこうかなと思っております。もともとコーンスネークうちはダントツだけでやってたんで、てかダントツだけでもやるようにしてて、 あんまりね、パネルヒーター使うことがなかったんですけれども、ちょっとこれにしてから、パネルヒーター今後使っていこうかなと思います。で、今から夏になるんで、この子たちね、非常にうちの子、特にアニーさんか、アニーさんは暑いのが大っ嫌いなんですよ、暑いのが。で、大体好みの温度がありまして、大体20度を好みます。冬場でもパネルヒーターやダントツで25度、26度に設定していても、あのー、ほとんどね、ヒーターを避けることが多くて、なかなか、 めんどい子だなっていうのは毎回感じておりますよいしょとりあえずこの子フロストはこんな感じですねでまあ水入れは相変わらずこのちっちゃいのがアニーさん専用でフロストと小豆はこっちのねちょっと大きいやつこれがフロストと小豆用の水入れになりますでハンドリングはね本当に前も言いましたけれども今はちょっと発情期なんでねあんまりやっておりません噛まれるのも嫌なんでね で、まあ本当にね、ちょっとイライラしてて、あんまりハンドリングもできる余裕がないしね。ちょ猫ちゃんが来てるんでね。えにはい、ニャンこよ。ジジさん、ジジ。よし。うちのバルンボタルのね、ジジも来てるんですけれども、あの、まあなんせ最近は本当に発情期ですね。発情期。特にね、もう、あとは飼育で変わったことっていうのはもうほとんどなくて、やっぱりもう、 シェルターとかも水こけのままもう何年もやってますし、餌もね冷凍マウス与えたり、まあ、冷凍じゃない生殖用の餌あげたりとかしてます。まあ、生殖って言ってもあれですけどね、もう本当に生き餌なんですけれども、まあ、基本的にはそっちを、ね、買ってきて <laughs>、与えるようにはしておりますね、まあそっちの方がねやっぱ食いつきは良かったりしますけれどもね、たまに食べない時があるんですけど、そういう時は腹立ちます。でで今ねねちょっと発情期なんで、ね あの本当にね食べない時はね腹立ちますけどね冷凍にしろ一気にしろ閉めるだけ閉めて食べないっていう時がありますまあでもそんな時ねちょっと最近フロストは機嫌が良くなってきたんでねちょっとあのアニーさんとかあ豆きさんのおのこしの処理はちょっとこちらの子にねしておりますあづきさんはねちょっと今映ってないんですけれどもケージの あのー、ラックのね上の方でおりますちょっとねだいぶ暴れておりますねもう普通にいるんですけれどもだいぶちょっとこう落ち着きがなくてそわそわしてる感じが本当にすごくてあんまりハンドリングの方はしておりませんでね最近ちょっとね動画も上げずにねゲームとかばっかりしたりまあ家の仕事したりしてたんでねちょっと忙しくてなかなかあれでしたけれどもまあまたちょいちょい取れていけたらなぁとは思いますでハンドリングとかね重さ測るのはね とりあえずこの発蒸気がね、終わってからにしようかなと思います。落ち着いてる時の方がね、扱いやすいんで、まあこの子たちも100%噛まないっていう保証はないんで、まあこいつはね、まあほとんど大丈夫だとは思うんですけれども、まあちょっと油断はできないんでね、あの、落ち着いた頃にまた体重の方を測っていったりしてようかなと思います。まあとりあえず3匹とも元気でおります。あずきさんはね、ちょっと上ですけれども、こちらにね、あの、こちらに。 おられますこんな感じでで、今うちの部屋の温度はこれ20最低28度最低最低16度か最高28度なんですけれどもこのぱり気持ちよくうちの場合だとねえっ、ー、と15度とかね平気ですね10度台でももう本当にヒーターいらないなっていうのはこの子たちは感じておりますだいぶアニーさんにとってはまあだいぶ低温でもいけるような子ですねむしろ低温の方が食食いはいいですねもう25度食いたら 超えたらあんまり食べなくなったりとか、大体いい10度台で、10度前後で、餌食いが最も活発になってるかなっていう感じです。まあ当然運動もさせておりますのでね、痩せてたり太ったりっていうことはないかなとは思うんですけれども、まあ次回ハンドリングしていこうかなと思います。まあフロストも同じく、あずきさんも同じく、ああ、3匹まとめて取ろうかなとは思っております。個別に撮ってたら結構時間かかるんですよね。それがちょっと、 ね、仕事とのあれなんですけどもまあふこんなにそわそわしないんですけれどもだいぶね今日そわそわしてるんでまあこの辺で小豆さんおとなしくお家に帰したいと思いますお家なんですけれども定位置の方に戻したいと思いますまた質問とかねリクエストありましたら動画コメント欄かもしくはねあのツイッターの方でメッセージもらえたらすぐ返すようにはしておりますのでよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました